どんなもんじゃい。諦めてったわ。まあ無理だよな、このキャラに行くのはさ。いいよー。いてえ。お着キャンね。銃がザク銃ね、ギラ銃か。あーいいよー、減る減る減りますねよし。はいどうも、ザク3です。今回はザク3がバイアランメタに最適だよっていうところをね、解説していくって動画作ってみました。で、バイアランがね、やっぱり600コスト流行ってますね。新機体っていうのもあるんですけども、やっぱり強いし、動かしてて面白いっていうところがあるんで、まあ結構600コスト流行ってるのかなと思います。そんなバイアランね、やっぱり空中に飛んでるんで、それを落とすような機体が強いってなるんで、そうなると、やっぱりゆるケチが高いザク3さんが、強いって言われるのかなと思います。ザク3って主兵装のこのビームライフルが、夜ケチ 50% なんですね。なんで、バイアランがね、空中でマニューバーアーマー使ってない限りは、マニューバーアーマーレベル2か、レベル2使ってない限りは、これ2発か、またはビームキャノン夜ケチ1発 35% なんで、これ3発。それか、ビーム1発と、頭部ビームキャノンが2発。で、落とすことができるんで、そんな感じでね、バイアラン簡単に落とせるのが強いですね。で、落とした後も、バイアランってこんな感じで体格がね、素の体格10しかないか。で、相当低いんですけども、体格を補っても25か。低いんですけども、それに対してザク3の格闘2種が刺さりますね。このビームライフル付属銃剣、これの下格がね、バイアランに確かね、5000ぐらいダメージ出るんですよね。今の私のカスパだと5000ぐらい出るんで、そう考えるとザク3って、バイアラン落としやすいし、落とした後もしっかり火力取れるみたいな、すごい優秀なキャラなんじゃないかなと思いますね。ちなみに他のバイアランメタキャラで言うと、割とおすすめしたいのは、今ちょっと600ないんですけども、イフリートシュナイドですね。この機体も結構バイアランメタに強いんじゃないかなと思います。まあ、やっぱ理由としてはさっきと同じで、やっぱヨロケチが高い武装があるんで落としやすいと。そして、ザク3よりもね、格闘火力が高い機体なんで、もし落とした後に次まで、まあ、バッチリ入るってことで、イフリートシュナイドも結構強いんじゃないかなと思います。で、最近やっぱちょっとバイアランカスタムがね、増えて、アンチ機体みんな出してくるようになったんですけども、その中でもよく見かけるのが、リガカスとかですかね。リガカスもまあ、ヨロケチ貯めれるし、強いっちゃ強いんですけど、やっぱりちょっとビームで追撃することが多かったりとかして、まあ、バイカスってやっぱり、タイビー高いですし、サーベルの火力がね、リガカスそんなに高いわけでもないんで、割と、まあ、普通に、まあ、使えるけど、そんなにめっちゃメタかっていうと、まあ、メタでもないみたいな気はしますね。あと、リガカスってやっぱ難しいんで、なんかあんまり野良で活躍してる人見かけないから、結構もう少し練習して出した方がいいんじゃないかなと思う時が、まあありますね。これはただの私のね、苦情なんですけども。はい。で、他には、アッシマとか見かけるんですけど、アッシマってね、ゆるケチ一発 50% のライフルを、まあ、2回撃てば落とせるんですけども、割とね、やっぱ、甘えが効かないんですよ、アッシマって。やっぱ、自分のエイムで勝負していかなきゃいけない機体なんで、甘えが効かないんで、まあ、これもね、結構腕がある人なら、まあ、乗ってもね、割とその、バイアランメタになるかもしれないですけど、ちょっとね、こう自信ないよって人はやめといた方がいいかもしれないですね。やっぱザク3ってお手軽だから強いみたいなところあるんで、まあ自信ない人はザク3とお手軽プレイするのもいいんじゃないかなと思います。はい。とりあえずそんな感じですかね。ザク3結構強いんでね、この、ビームライフル付属とビームキャノン。やっぱこの2種があるからこそ最強みたいなところあるんでね、ぜひこの後の動画で確認していただけると嬉しいです。っていうのと、すいません、ちょっとね、一応ザク3の使い方的なところが分かればいいかなと思って、この後ね、ちょっと選んだ試合が、まさかの強襲機にね、対面バイアランいないっていう、なんかウェルテックスにいるっていう試合なんですけども、まあ、ウェルテックスって、ダメコンレベルに持ってるから、やっぱ蓄積系のキャラとしては戦いづらいんですよ。蓄積溜めづらいから。でも大丈夫。ザク3ならね。理由はね、この後の動画見れば分かると思います。ってことで、実戦の方お願いします。よし。
ム兄貴、じゃあコシリー、ビーアイ、シリー、コシリーってことですね。教習機になんかちょっと譲らせちゃったかな、ごめんなさい。メッサール落とされてんな。いえ、ごめんなさーい。あ、寝かしてなかった。よし、で、今の時はもうどんどん投げていいと思いますよ。チャッキャンね。ナイス。どこ行ったな。はい、これベルテックスなんですよね、左のやつ。いやー、あんまりここ行きたくないな。後ろ取られそうだし、あーってレーダー見てたら死んだ。辛いポジションにいましたね、今のはちょっと。おや、射撃強いね。ハニワ君兄貴、弱点あるかないかで間に合うかどうかの変わるから頑張って身につけようね。顔出さんな。うわ、殺しきれんか。はい、チーチは落としきったか。いや、さすがに無理だな。やりたいな。いやー、ちょっと後ろで撃ってるんじゃなくてもう少し前出てほしい。まだメッサーラか。メッサーラだな。メッサーラ結構イモリがちなんですけど、イモってもなんかめっちゃ弱いんですよね。めっちゃでもないけど、そんな強くない。弾当たらん。やりやすいですね。下手すぎだろ俺が。いや、いてぇ。ここに2枚抜きね。ベルテックスに蓄積取れるのバゲモンだろ普通に考えて。落ちてった。しんどいな。帰ってったぞ。腰火の火力の高さ勝ちですね。いや、これ打ち合いたくないな。支援切ってほしいな。
よし、縁切った。護衛誰もおらんな。痛すぎです。まあ、枚数がちょっと怪しいですね。ちょっときついかも。連撃で火力出したけど、どっちか止めたいですね。怖すぎ。ごめん、これ落としきれるから落とすわ。ごめんなさい。メッサーラより火力出ると思ったんですよね。これ触らなくていいですね。アシストだけでよ。ナイス。落としきれん。なんか湧いてきたな。つえザクスリーガチでやばいですね。バケモンや。ロールススイス兄貴キャリー。バケモンや。つえ、なんでウェルデックスにユロケ取れんだろ。あいつダメコンレベル2やぞ。